い、こんにちは。日本改革党くつざわです。ドラゴンリー様、ご支援ありがとうございました。何度も教えていただきまして本当に恐縮であります。ありがたく頂戴して政治活動資金させていただきたいと思います。チャンネル登録よろしくお願いいたします。よかったらで、いいので、毎日私の動画見てるけど、そういえばチャンネル登録してなかったなんて方結構いらっしゃるんで、台風5号、今日11日21時ごろ、上陸と見られていたが、少し遅れ、明日12日9時ごろ、宮城県と岩手県の境付近に上陸する見込みだそうであります。多いところで300キロじゃない、1日300ミリの記録的大雨、しかも雷付きが予想されており、土砂災害、浸水、川の増水、氾濫に厳重に警戒を呼びかけておりました。気象庁が、風速25メートル秒速、と予想されており、看板や瓦が吹っ飛んだりが予想されます。あと雨戸とかね、東北以外もですね、北関東、新潟、北海道などは暴風領域、風が強まる、十分にご注意ください。よろしくお願いいたします。そういえばこの21時とかいうのですね、まあ夜の9時ぐらいなんですけれども、21時、これ日本人以外使わないでって日本人以外使ってんのは各国の軍隊だそうであります。でね、ミリタリータイムとかいう呼び名で、日本人頭いいなぁ、言われるゆえんとなってるんですけれども、これを使ってるとミリタリータイムって呼ばれて、に頭いいってパッと分かんねえんだって、使い慣れてねえから日本人以外は。パリ五輪女子やり投げ、北口榛花選手26歳が金メダル、頑張りました。陸上フィールド種目イコール走り高跳び、棒高跳び、走り幅跳び、三段跳び、砲丸投げ、円盤投げ、ハンマー投げ、やり投げで金メダル獲得は日本女子勢としては初だそうであります。女子陸上としてはですね、マラソン高橋尚子さん、マラソン野口みずきさんに続き史上3人目の金メダリスト誕生しました。女子としては、っていうかマラソンでしか金取ってねえから、マラソン以外で金取ったのが初めて、しかも3人目ということになりますね。やっぱ短距離であるとか、高跳びとか、その瞬間的な筋力っていうか、そういうのが求められるのは あれなのかな、やっぱ遺伝子的に農耕民族は、増えてなんでしょうか。男女を通じて日本勢で陸上金メダルは、2004年アテネ五輪で取ったっきりですね。女子マラソンの野口みずき選手とハンマー投げ室伏広治選手が金メダル取って以来20年ぶりに陸上で金メダル取れましたという快挙。レスリング女子62キロ級で元木さくら選手22歳が金メダル、頑張りました。お父さんの元木康俊さんは2000年シドニー五輪のレスリング63キロ級代表選手だそうであります。で、お父さんが届かなかったメダル、その中でも一番いい金を取ったっつって、会場にお父さん来てて大喜びしてたみたいでありますけれども、女子卓球団体銀メダル、頑張りました。卓球女子団体は4大会連続メダル獲得で、決勝進出で、金か銀確定って言ってましたけど、中国チームにやっぱ負けちゃった銀になったらしいんですけど、それでも立派であります。人民はですね、法律で卓球をやることを義務付けられていますから、まあ嘘なんですけどもね。佐藤大秀選手30歳、馬術、フェンシング、水泳、射撃、ランニングで戦う近代五種で日本人としては初のメダルとなる銀メダル獲得、頑張りました。この方も自衛隊員だそうで、射撃が入ってる時点でね、日本では警察官か自衛隊じゃないと、やれないよな、練習できないよなっていうハードル高い競技なんですけれども、あとは馬を維持するコストが非常にバカ高いから、馬じゃなくてサスケでやろうかなということも決まっておりましたけれども、射撃とランニングは同時に行うそうであります。ランニング走ってってパンパンと打って、また走ってってパンパンと打って、そうするとなんてやってると狙い定まんないですよね。まあこれ始まった頃のね、クーベル弾弾尺が作った、
競技だっちから、始まった頃の貴族のたしなみっつうか、軍人のあれなんでしょうね、模擬訓練みたいな、玉井陸斗選手17歳女子飛び込みで銀メダル頑張りました。男女通じて飛び込み競技でメダル獲得は初の快挙であります。陸斗選手あの若干13歳で東京五輪にも出てたんだって。こういうのの、競技の加減ってないのかな、年齢制限って。そのうち9歳とか10歳の選手とかも出てくんでしょうか。若い、いいなぁ。レスリング74キロ級高谷大地選手29歳銀メダル頑張りました。この方も自衛隊員だそうです。レスリングで20対12は初めて見た。22年世界王者のカイル・デイク選手を破った試合で、双方ともに攻撃的な熱い熱い戦いだった。おめでとうございます。普通は1対3とか3対5とかで勝負ついちゃうんだけど、双方ともに手出しまくってすごい戦いだったらしい。審判も混乱してたって。ここまで日本勢が獲得した金メダルは18個となり、過去最多だった2004年のアテネ五輪16個を上回ったメダルラッシュ来ました。これ一番取っちゃったのは東京五輪。この前の東京五輪ね、27個取っちゃって、開催国って有利ですからね、時差ボケはないし、普段食い慣れてるものを食えるし、会場は日本人ばっかで気づかれしないしということで、開催国有利はあるんですけれども、開催国でなくて外国で戦ったので、過去最多の金メダル今まで取れております。いつ閉会式というか終了かちょっと覚えてないですけど、15日でしたっけ。ちょっとうろ覚えで、分かんないですけれども、選手と違って何かと汚れているパリ五輪運営ですが、選手村総料理マネージャーグレゴワール・ベッシュ、悪役くせえ名前だな。毎日何万食もの食事を提供しなければいけないんだ。だから選手によっては対応しきれないこともあるし、想像と違うこともある。我々は満足している。それぐらいのニーズには応えられている。ジガジさん苦情殺到なのに、ジガジさん魚から虫出てんのに、ジガジさん我々は満足している。そりゃ食わねえからだろ。食中毒多数発生しているのに我々は満足している。文句があるなら自弁しろってことですかね。自分で用意しろってことですよ。それって職務放棄なんだねえのかな。世論です。逆ギレかよ。恥ずかしくないんか。お前もキッチンから降りろ。お前の仕事は料理作ることだろうが、できないなら開催国に手あげんだよ。どう考えても他国を弱らせる作戦だろ。イタリアとかギリシャだと飯にこだわるのに、イギリスが自国のシェフ連れてきたとか、どんだけ飯まずいんだよ。冷凍食品置いとくだけでええのにな。開催国決めるときにミシュランシェフが料理を用意するとアピールしたのに。そうだったんだ。不正と差別とポリコレの祭典。毎日何万食もの食事を提供しなければいけないんだ。そんなことは開催前から分かってたことだろうって、なんで今更文句言うんだって話なんですけど、何言ってんだこのバカは。料理はうまいが脳みそは悪いって、人なんですかねこれね。文句があるなら自弁しろ、これは正しい。日英なんかは自弁したしね。自弁できない貧乏国、予算ない国の救済措置と割り切ればいいですね。選手に食べ慣れないものを食べさせて体調崩されると競技に支障出るしね。それが証拠に普段食い慣れてるものを食ってた東京五輪はメダル一番取っちゃったしね。にしても料理長として任命されてるおっさんがよ、こういうこと言うのは、じゃあ料理長いらないじゃんってことにもなりかねないんだが、傲慢ですよね。こいついくらぐらい報酬もらってんで、もらっておきながらこういうことをほざいてんでしょうね。多分安くないでしょ。しこたま金もらってるでしょ、五輪の料理長なんつったらさ。傲慢だよな。予選なしで本戦に出れる優遇枠の難民チーム、ブレイキング女子選手が、ダンスね、ダンス。アフガニスタンの女性を解放せよと書かれた
青いケープを試合中に掲げ、政治的メッセージ表示違反で失格になりました。世論です。開会式でぶっ込んだ LGBT は政治的メッセージじゃないのか。開会式にもっとやべえもんぶち込んできた国があったような気がしたんですが、ゲイプライドは OK なのに、予選なしで出れる難民枠なんかやめればいいのに、開会式であんなに政治的アピールしたけど選手には厳しいのね。失格覚悟でやってんだろうし、ダブスターオリンピックに改名しろと。LGBT とエログロぶち込んだ開会式は政治的メッセージじゃないんですかね。思想の強要感すごかったですけどね。バチカンにもあってはならないことって怒られてたけどね、あの史上初で、自分らは好き放題政治的主張しといて選手がやったら失格かと。さすがね、あのポリコレに汚染し尽くされた運営ですよね。パリ五輪ってあのいつ終わるんでしたっけ、15日だっけ。閉会式でもやらかしてくれる気がいたします。南海トラフ地震注意報発令中ですが、来日中の外国人観光客、何に注意したらいいかわからないと困惑。大丈夫、あの日本人も水買うくらいしか分かってないからね。世論です。日本海側か東北北海道で観光するとか、大丈夫、日本人もわからない、日本人もよくわからんし、日常から備えをしとくだけだわ。大地震が起きた時の外国人のパニックが不安、外国人が気にすることはない、外国人に政府のやってる感は伝わらない、帰国すればいい外国人は余裕。水や缶詰の買い占め収まったんでしょうかね。もうね、1週間以内に2回目が起きる確率は 0.5% だそうで、これって多いのか少ないのかよくわかんないですね。観光客は 何に注意しなくてもいいから、パニックになってね、駅や空港に殺到するのはやめちくれーって、日本人以外はどこでもですね、災害が起きた時に脊髄反射で暴動と略奪を開始する、これもやめてくれ、地震の時は周囲の日本人の行動を見習ってくれ、脊髄反射で略奪開始しないでさ、店を襲ったりしてさ。長崎市が原爆追悼式に、イスラエルを招待しなかったら G7 全部が出席中止したことについて、岸田総理お答えする立場にない、いやいや外交に大ダメージやったんだからダメでしょって、何を俺は関係ねえみたいな顔してんだって話。世論です。お前は答える立場では、いやいや相手は国なのに何言ってんだ、責任逃れの思考が真っ先に来る人だな。都合が悪い時は逃げる、原爆を落とした張本人のアメリカが欠席したのは誠に遺憾ぐらい言ってみろ、自分で唯一被爆地出身の総理って言うてたやろ、官僚が原稿用意してないんで無理です、逃げ回ってるから信用されないんだよ、各国大使を招待しといてですね、総理が俺は知らねえはないんじゃないの。多分各国だってね、日本国の行事って思ってるよ、長崎市の独立行事とは思ってないと思うけどね、国の行事、日本国の行事と思ってからわざわざ国代表の大使が出席するんだろうしね、それともあの官僚が作ったペーパーがないと何にも答えられないですかね、この人ね。普段から何も考えてなさそうな泥縄な顔してますもんね、なんか浅いっていうかね。今日の単身です。米国報道官、長崎追悼式典をセレブレーションイコール祝賀会と言ってしまいニュースになっておりました。原爆を落とした張本人の米国からしたらまあそうなんだろうね、それのおかげで無条件降伏勝ち取れたわけだしね、何の罪もない民間人をですね何万人も犠牲にして勝ち取った勝利はさぞ誇らしいんでしょう。誇らしいんでしょう。社民党副党首大椿ゆき子、社民党はまず地方参政権から実現しようって立場だよ。日本に住んでるのは日本人だけじゃないからね、外国人参政権推進っていう立場を明らかにしておりました。日本人に呆れられてとうとう外国人に媚び売るしかなくなったんですかね、この人はね。もう味方が外国人しかいないっていうかね、有権者イコール日本人の票でねその立場になってんのに、有権者イコール日本人のことを顧みないって、そんなんだから消滅しそうになってるんでは、そんなんだから消えそうになってるんでは、元はねあの社会党で大勢力を誇ってたのにさ、もう消えそうじゃん、
こんなことばっかり言ってからじゃないんですかね。というわけでチャンネル登録よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。